皆さんこんにちは。ジョファアートスクール校長の松尾雅子です。本日のテーマはガーベラ。まずは本物をよく観察しましょう。鉛筆で大きな丸を描き、小さな丸を描いて十字線、さらにそれを分割します。準備 OK ですか？それでは最初にガーベラの花芯から描いていきましょう。次に花びらを描いていきます。花びらはシワも描きます。まずは描きやすいところから描いていきます。細長く放射線状に。ガーベラは一重も八重もありますので、描きたい方を描いてください。数多くの花びらが重なっていますので、描きやすいところから描いて、間に花びらをまた新しく覗かせるような感じで描いていきます。花びらの重なりを描いていくのがポイントです。そして花びらのシワも描いていくと、さらに繊細な雰囲気が出せます。長短の変化をつけていきましょう。3番目に花芯に点々を打ちます。中心を若草色に塗るとガーベラらしくなります。ご覧いただきありがとうございました。